皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替えノートレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。にほんとう。正解は日本刀でした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。び、小さいよ。う、し、ん。正解は秒針でした。まだまだ5文字は簡単でしょうか。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。こうじげんば。正解は工事現場でした。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。び、に、伸ばし棒、る、が、さ。正解はビニール傘でした。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。い、ん、
ふるえんざ。正解はインフルエンザでした。文字数が多くなりましたが、時間内に分かりましたか？6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。すけ伸ばし棒とりんく。正解はスケートリンクでした。12月25日はスケートの日なんだそうですよ。1861年の12月25日に函館に滞在していたイギリスの探検家トーマス・ライト・ブラキストンが日本で初めてスケートをしたことが由来となっているそうです。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。ながしそうめん。正解は流しそうめんでした。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。あつり小さいよくなべ。正解は圧力鍋でした。さて、問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。
皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。